ナイス。間に合いました。インポスターか。ピロンと。惜しい。はい、ありがとうございます。よかった。ナイス。ナイス。このボタン。スケベ。あだ名で呼んでほしいとは言ったけど、のすけべちゃん、もっと可愛いので、のすけべちゃん、いや、ちょっと違う、のすけべやべえな。ちゃんは、キッチン脇で、最終死人はコックピットの方に抜けていくのを推しにしてます。何秒前ぐらいか分かる？停電になる前くらいだったと思います、多分ですけど、バイタルを見ています。18秒前に死んでいます。で、それがね、停電に入って3秒か4秒ぐらいかな、あとです。はい、停電後3、4秒ぐらいのキルです、これは。うん、はい、まあ、千野さんがコックピット側にいるのであれば、うん、四つ葉 R 先端のすけは無理だと。最後四つ葉さんアーカイブの、左の扉開けようとしてます。開けます、はい、その前タオルタスクしてる三者さん見てるので無理だと思います。はいはい、はい、そのあたりの人からメテオまで弾けましょう、うん、最後メテオが脇アーカイブだったのは覚えてるけど、その後は見てないかも。で、その後予知もう一回見てて、シャワーで私がタオルタスクやってる時に予知が通る、サンシャーさんが通る、で最後停電中に、メインの一番右の小部屋にいたんですけど、うん、届かなそうかなと思う。それで開けた時にセンターさんがそこにいましたっていう感じです。はい、はい、停電直したのは誰ですか？予知かな。超ご気味。あとね、しゅうねさんも停電中にね、私ねすれ違ってる。え、どこでですか？メインの一番右の小部屋にいますでしょ。あ、はい、停電中とか停電直前ぐらいかな。あ、そうなんだ、ごめんなさい、うん、ちょっと私把握漏れしてました。はい、はい、私しゅうねさんも見てますね、その今顔見て思い出しました。あ、それならこの、ね、顔でね、はい、メテオさん情報と合わせてしゅうねさんも初手キッチン脇からの右に抜けてってると思うので、しゅうねさんは無理でいいと思います。僕して、瀬野ちゃんがコックピット行ってるかどうかはごめんなさい、私はわからないですね。ゼルパッド、ゼルパッド。僕は宿舎か展望まで行って、でエンジンのところらへんで拓也さんと誰かとすれ違ってますね。ゼルコ君、ごめんなさい、見てない。僕です、それ。僕は、金庫、宿舎前、エンジン、で、メインで、今のメインの右の扉閉まってます。カードスキャン中になったんで、お願いします。エンジン、メインの扉が閉まってるってこと？エンジン、じゃあ、もう絶対左側のキルやと思う。今。ほぼ僕とカタパットさんの宅でいいと思いますって提出しよう。治んねえな俺。これ怪しい。お、ナイスボタン。はい。はい。竹谷さんって最終位置どこですか？あ、僕がボタン押してます。あ、うん。ボタン貸します。はい。ごめんなさい、カタパットさんとすれ違った認識があんまりなくて、ゼルクさんとエンジンのところでクロスして、多分ゼルクさんが右に行くだろうっていう動きをしてたと思ってたんで、僕は出さなかったんですけど、メインシャワーのドア閉まってました。タクヤさんはしっかり覚えてるんですけど、僕タクヤさんと誰かがいた記憶がある。最初に金庫の方でカタパットさんと一緒になったのもあったんですけど、じゃあシューネかもしれないですね。シューネがあのエンジンメインって言ってるので、うんうんうん、あ、そうなんだ。あ、これとりあえず、あの、白出しをしたいんやけども、僕の情報を信じてくれるのであれば、はい、停電後3、4秒ぐらいの時に白出せる人にしたくて。停電中ってことやね、それね。まあそうやね、停電中に白出せる人。3秒だったら、
四つ葉 R サンシア、うん、メテオセンタンシウネまでは入ってる。いやシウネは無理やと思う。いやいやいや、タクヤ視点から弾けるはず。僕よりも先にシウネさんが抜けてってメインホールに見られてるんですよね、停電中に。そうですね、うん、でメインエンジンの扉が閉まっているので、うん、シウネまで大丈夫だと思います。でかつタクヤは多分停電中にゼルクさんとエンジンのところですれ違っていて、右側におそらく行っているので、僕自身の千野さんは、コックピット方向に抜けているので、うん、こちらが来れないのでゼルクさんも無理だと思ってます。 3,4 秒だったら特殊さしてもうカタパットさんしかないって状況ですね。はい、はい、そのご認識で、うん、ゼルクが引き返しても無理。無理ですね。というか、バイタル的にか。うん。すいません、しゆねさんっていつエンジンメイン管入ったんですか？停電の前だったか停電中だったかですね。停電前ですね。エンジンからメインしたのは。あ、そうだね。メテオさんが言ってたね。うん。その後に扉が閉まったってことで、そうそう、だからちなみにもう一個言っとくと、私シャワーに入ってメインとシャワーの間の扉が閉まっているので、いやまあそれを停電後にもう一回閉まってます、うん、そうだと思うよ。うん、だからそこ開いてる開いてないではあんまり今だからエンジンメインが開いてる開いてないはあんまり関係ない、閉まってない、そうだからあんまり関係ないんやけど、うん、弾けるのであれば弾いていくから、たぶん僕もローラー対象だと思うのでボタンないです。はいはい、これお土産すっか迷うな。よし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 、まあ割とうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと早いですが、はい、いえ自分視点だともうカタパットさんで落ちているので大丈夫です。うん、ここもなんか正直最後で最後に扉が閉まったっていう話だと思いますね、うん、だからまあシウネさんがエンジンからメインに抜けていることから、うん、エンジンとメインの扉が閉まっているっていう情報は多分あんまり意味がないんやけど、ただでもそのメテオさんの方から白が出せたり、うん、他の人から出せるのであれば大丈夫かなと思う。シウネさん、シウネさんとゼルクはどっちが後ろなんですか？どっちがエンジン側？私がメイン側に先行ってますよ。ああそういうことですね。だってゼルクさんが最後メインっていう話だよね。うん、そうだから私はうん、それで白になるよっていう。まあ、だから拓也さんのコックピット側っていうのが正ならそうなる。うん。うん、拓也さんのコックピットは多分停電より前だと思うんですけど、うん、もしメインエンジンくらいのところまでせんちゃんが来てたとしたら、いやー、動きがおかしいと思いますね。せんちゃんを見ているのは、停電前ではあるんですけど、僕がエンジンのところに入っているときに停電になり始めて、そこから停電を直しに行かずにメインに行くっていう経路があまり分かんないです、せんちゃんのクルーとしての動き。うん、なので死んでるんだったらやっぱり僕は展望デッキ方面だと思っているので、了解です。だったらシウネさんは薄いですね。薄いっていうか僕はないと思ってますね、普通に。うん、ゼルク目線もそのシウネさんの言った経路に下は落ちてなかったんで、うん、ゼルクさんじゃないですか、どっちかって言えばね、うん、私は多分対抗はタクヤさんじゃなくてゼルクさんだと思う。届くんかな、いや肩パッドが白だった場合は、いや動いてる場合じゃないですか、うん、肩パッドが白だった時タクヤさんマットゼルクインポスターとかじゃないですか。いや、タクヤさんクルーでもゼルクさん黒の可能性はあるんじゃないかな。タクヤさん、僕の情報を元にして一応、僕の視認からセンちゃんが左、ゼルクさんが右に行ってるように見えるので、僕視点だとほぼ切らないだろうと思ってるんですよね。エンジンのど真ん中に死体があることになります、そうするとゼルクさんのあれだと。いやまあそもそも僕のバイタル情報も結構信じてほしい。そうノスケさんのバイタル情報からそれで白出してる、うん、僕のそう疑っちゃうと僕も人外にで追うことになるから。あ、ありがとうございます。なんだこの不思議なあれが入ったね。不思議な2票が、うん、マジック2票マジおしゃれなこと言っちゃった。よし、生き延びた。さあここはちょっとやったぜ、ゼルクさん二人落としたぞ。こっからよ、勝負は。多分クルーの気が緩むのはこのターンだから。ちょっと、俺多分2キルしちゃダメだな、俺。おお、ナイスボタン。マジ、ナイス。ひろ。すげえ気合入った風だった。今のやつ。まあ可愛かったね今の。これ、センサーは釣らないでいいんですか？
僕なんですか、釣るとして。これ、さっき釣らなかったの。あのね、これ置いといてよくって、僕でダブルキルが次に入った場合って、それでいい。拓也さんがまずみんな目線マットになるやん。え、インポスターじゃないですか。でまあ、インポスターがマットはマット以上、マットがインポスターになるわけ。っていうのも、右に死人が全くないわけ。6人ぐらいおって、右で死人が一切ないことから、絶対左なわけよね。だからもう、ゼルク君がインポスターっていうのを隠してるマットか、もしくは拓也さんが切ってるか。やと思うんやけど、拓也さんが、まあ、まあ、人外なわけよね。はい、多分そうなると思ってます。はい、僕視点だと、カタパットさんでインポスターが押してるので、その推理になると思います。ね、僕のバイタル情報を、まあ、停電入って3、4秒で18秒前のキルって言ったやん、で、これって18秒以内の間に死人があった時点で破綻するんですよ。18秒前に死んでるよって言ってるのが。だから結構白く見てほしくて、僕の情報は。そう。っていうのを落としたかった。まあ、じゃあ、マット否定のために僕なんかサボを直した方がいいですよね。ちょっと意識します。はい。お願いします。よろしく。お願いよろしくお願いします。頑張ってまい。ふん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 マイクですね。できるだけ僕は白く動いた方がいいな。ちょっとゼルクさんが頑張ってもらわんと正直まずい。狂人が誰かなんだよな。カタパットさんの場合が最悪なんだよな。なんでなんでキンコ室の扉で死んでました。宿舎開けてすぐ目の前ですね。宿舎開けてすぐ、どういう行動してるの発見しました。エンジン脇武器庫キッチン行って、のすけさんとすれ違い、展望デッキ配線停電速直し、キッチン武器庫エンジン金庫室助けやろうとして行ったところ、開けてる途中に誰かが後ろを通りました。開けたら死体がありました。あ、シューネですね。エンジンから入っての発見。はい、はい、あ、シューネさん入ってる。あ、シュエさんは弾けるんですね。弾けると、もうドア閉まってたので、まあ、一応あのメテオさんとアーカイブ分けでしたね。そうです。ヨチュもシュエナさんとアーカイブですれ違ってるはずなので、うん、メテオさんに白出せます、はい、ありがとうございます。まあ、もう一人私から白出せそうなのが、はい、バイタル今入ったんですけど、あ、今入ったんですね。電気室のバイタルの間のドアが、あ、開けました。上から貨物から来てるんですよ。あ、なるほど。そこ開けた人は逆に白なんで、はい、タクヤ開けました。はい、はい、と思ってます。で、四つ葉さんと先端さんを、アーカイブ機に置いて、僕はエレキ降りて、バイタルの方に行ってるので、はい、まあ、そこ二人も厳しそうだ。宇宙は、うん、届かないと思います。先端ってどういう動きしましたか？エンジンメイン、電気室メイン、シャワーアーカイブ、ラウンジャーアーカイブ、シャワー。あ、了解です。で、最後ゼルクさんとメインの女性の部屋で会ってるんで、そうですね、ゼルクさんがもうちょっと前に死人があれば弾けるかなと思います。タクヤさんってどういう動きでした？うん、手で直してくれた？いや、直そうと思ったら即直しされたって感じです。あの昇降機右のところに入ってるのは四葉さんが、四葉さんが多分見てくれてる、直そうとしてる動きだけは。タクヤさん犯行は変わらないです。はい、犯行には変わらないはずです。サンシアゼルク。昇降機右にあります。赤い昇降機右にいます。どうしようかね、これ。こっち行こうかな。どうしよう。え、三者さん？え、死ぬ？アドミン12秒多分今使ったんですけど、離れてエンジンまで来れるくらいの時間があると思ってください。タワーにメイン1だけ覚えて離れてるので、そこの どれかが下になってると思います。ん？なんでシャワーにメイン1で？なぜかって言うと、あとは上なので、うん、下に他にいないんですよ。シャワーにメイン1が一番下なんですよ。わかります？地図の中で一番下なんですよ。まあ、シャワー2とメイン1が3秒前くらいに該当する人はいますか？3秒前ですよね。3秒前はないはず。4秒前、まあ、経路通った、うん、まあ、5秒以内ぐらいにと経路に含まれてる人。
絶対それはない人から弾きますか、うん、じゃあ。拓也ゼルクがないですね。昇降機右にもうすでにいました。はい。誰かが、誰かがヌーン乗ってったはず。サンシャさん。あ、僕です。はい、ああ、なるほど。それは、その動きは見てます、一応。あと、R さんと僕はミーティングから降りてるんで、うん、行かないです。何メイン1、シャワーにはいないってことですか、これ。ゼルクさんとシオネさん、どこですか。私は昇降機右に最後入ってますね。はい、そうで上から、サボタージ直す高谷さんを2人で見てます。うん、だからただ僕が押す前に直したんで、三者さん押しました。はい、そうですよね。はい、ゼルクさんとシエラさんのどっちかになりそうだなって私目線は思ってますけど、射的で含めてゼルクさん落としたいんですけど、一応最後尾はシオネですね。シオネさんが一番後ろ、一応です、うん、そうですね。はい、初日の視点ってカタバットさんで落ちてない場合はゼルク・タクヤの、はい、強労を疑われるのは分かるんですけど、今ここまでのキルペース的になくないですかね。タスク、タスクできるし、僕もいいと思います。タスクできる、うん、ボタンを余ってる人押してください。はいはいはい、また知ってる、また知ってる、流れよし、ここまで生き延びたらもう切るだけや。R さんを。OK。ピッピッピンピロンと。タクヤさんがインポスターです。アルサに入れます。あー、ピッピッか。タスクどうですか。終わってます、待ってます。あと2クルーはスキップで、いやー、間に合うかな。え、スキップなの。あ、ごめんなさい、私タクヤさんに入れてる。あ、じゃあタクヤさんに入れる。アルサンで、アルサンでタクヤさんに入れるか。え、アル、え、いや、インポスターが火を合わせてるんでクルーも合わせないで、うんうん、あ、オッケーオッケーオッケー。助かった人はもうサボタージュ関わらずに隠れときましょう。あの脇も隠れれるところか。はい、どこだ。あ、いた、ありがとう。よし13、12、11、10。頼む、間に合え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 、よし、あぶね、よかった、ナイス、間に合いました。これどうなんのこれ。先着さんか R さんに投票なんですけど、じゃあ R さんに投票します。はい、R さんでお願いします。いや、徳屋さん強い、やばい、頑張った、徳屋さん強すぎる。ありがとうございます。やばい、あ、よかった、気持ちに生きててマジで。シューネさんありがとう。分かったから。シューネさんありがとう。よかったよかった。うまかったです。ナイス。いや、うまい。うまいうまいうまい。ナイス。よかった。ナイス。ありがとうございます。これはタスクギリギリだった。タスク屋さん詰め切れなかった。あと1個だったんや。あと1個か。クロードだけで。だタクヤさんと脇位置がもうかぶっちゃったから。本当にシウネさんに助けられた、マジで。いやいや、よかったよかった。ありがとうございます。タダバと何も言わずに死んでたから。何も反抗してなかったから。あれ見た気がするけどなってボケとしてたらなんか死んでた。うまかったな、めっちゃ白かったもん。タクヤさんかわいそう。タクヤさんうますぎる感じね。ありがとうございます。